8月30日に川西市の絹延橋駅近くにある辻の日から妙見街道を仲間で歩きました。おはようございます。今のせで、絹延橋です。一人日焼け止めを塗ってます。黒い顔が白くなりました。絹延橋駅を出て佐々木山に向かって歩いてます。絹延橋を渡って左へ行きます。こっちや。見える稲川にかかる堰堤はエアー式のダムと書いてありましたが、空気で膨らんでいるんでしょうか。少し向こう行って見てみます。エアー式の堰堤のようですが、帰ってネットで調べてみます。上から流れてるのか、途中に穴が開いて水が流れ出ているのか、ちょっと分かりかねます。お父さんがある角を三叉路を右に行って、あの信号を渡ります。古江橋に石碑があるそうです。古江橋を渡っています。渡ったところに道標があるようです。右側に見えています。右妙見道、左多田井、古江橋を越えて右へ渡り妙見道を歩いていきます。今日は曇りで少し風があり、なんとか元気に歩けそうです。右の川は稲川の支流の与野川です。少ししばらくこの川に沿って気楽に歩いていきますが、車がないので気持ちよく歩けます。本当や、よかったな今日。多いようで、道の両側にいろいろな植木が並んでいます。絵になる風景です。人権センターから曲がって細い道にやってきました。少し上りですが、街道の雰囲気は十分に味わえます。ここはやっぱり街道道やな。どっちやろ、左か右か。薪がたくさん積んであります。おお、右に見えるのが佐々木山です。鹿走ってきた。何かこう鹿が走ってきました。速い。この辺りは園芸店が多いためか、たくさんの花が植わっています。そばの向こうにお地蔵さんが5つ6つ並んでいました。ここを歩いて伏尾ゴルフクラブへ入っていきます。あるある この道ちゃう。ゴルフ場を目前に伏尾お地蔵さんがお祭りしてあります。上塔が一つあ
りました。何と書いてありますか？書いてあったな、なんか放浪読める？字が難しいやろ。参道？あ、妙見道の灯籠です。これは中西さんが登って呼んでくれました。妙見道です。これは右の山に見えるのが妙見台。違うわ、不祥台です。たくさんの家を作ったもんです。たくさんの家があります。不祥台です。遠くにネットが見えてますが、あれはゴルフ場のネットでしょう。ここは不祥台第一公園。前に不祥ゴルフクラブの入り口が見えてきました。ここは不祥台1丁目の19です。たくさん住宅が見渡せます。不祥ゴルフクラブの綺麗な入り口です。この入ったところに妙見街道のハイキングコースの案内図があります。地元住民対妙見街道ハイキングコース利用者の方々へ、妙見街道ハイキングコース以外のゴルフ場施設及びコース内には危険ですので絶対に立ち入らないようにしてください。コース内を通るハイキングコースにおいては看板にて順路を掲示しております。なるほど、ちゃんと保存されてるんやね、道が。